重油。重油とは、原油の上圧蒸留によって、到底から得られる残油、あるいは、それを処理して得られる重質の石油製品である。ガソリン、灯油、軽油より沸点が高く、重燃質であることから名付けられている。しかし油の一種であるため、比重は、水よりも軽い。英語では、一般に、重油よりも燃料油と呼ばれる。重油は、褐色または、 黒化試食の重湿油で、比重は0.82から0.95程度、発熱量は1万から11、0 0ロロー、キログラム程度である。成分は炭化水素が主なもので、若干0.1から4%程度の養分、及び微量の無機化合物が含まれている。大気汚染の原因となる重油中の養分を低減するため、 直接脱流や間接脱流などによる脱流を行うことが近年では一般的となっている。消防法により危険物に指定されている。区分は第4類、第3石油類。因果点は摂氏70度以上摂氏200度未満で、被水要性である。重油は蒸圧上流残油、減圧上流残油、減圧軽油、溶剤脱力。 歴残油などの高粘度油に、自家流経油や、分解経油などの低粘度油を調合して、その用途に応じて、粘土、硫黄分、流動点、因果点、残留炭素分などの成長を合わせて、製品とされる。重油は、原油から、各種石油製品を生成した後の残祭油であるが、最近はアスファルトを燃料とした発電も進んでおり、また二次装置の整備が進むことで重油から、 ガソリンや灯油など重油よりも利益上がる油種をより多く生成するようになったことから製品としての重油は供給量減少や品質悪化の傾向にあると言われる。また熱分解でガス化してジメチルエーテルを製造することも可能である。重油の種類は同年度により1種 A 重油、2種 B 重油及び3種 C 重油の3種類に分類される。 さらに一種は、硫黄分により1号及び2号に細分される。三種は、同年度により1号、2号及び3号に細分される。一般的に、残留炭素の多い重油は、粘度が高い。重油の用の大部分が、有機黄分として存在している。品質は、内燃機関用、ボイラー用及び、各種炉用などの燃料として、適当な品質の高油であって、 次の規定に適合しなければならない。A 重油の一種一号は、硫応分、サルファー。サルファーが0.5%以下とされ、ルザ重油とも呼ばれる。この低用の A 重油の色は生産施設にもよるが、半透明の黒色か黄色である。また、低用のルザ重油はメーカーによっては、SCF、イデミツ鉱山、または、スコーホーとも称されることがある。 同じく A 重油1種2号は、養分が0.5%以上2.0%以下とされ、発作重油とも呼ばれる。低用のルザ重油は、種として農耕機や、中小漁船の燃料として使用されている。最近では、環境問題や大気汚染問題に配慮するため、ビル、ホテル、寮、病院、学校の暖房、給湯用、食品工場の加熱用、 クリーニング工場のプレス、温水供給に運用されるボイラーに多く用いられ、温室、ビニールハウスのボイラー、温風暖房でも使用されている。紅葉の発作重油は、低用のルザ重油特に必要としない、非自動車用、ディーゼルエンジン、および、工場、病院、学校、ビルなどの小、中規模ボイラーの燃料などに用いられる。また、 火葬場で遺体を火葬する際の燃料に使われることが多かったが、環境面への配慮から灯油やガスに切り替わってきている。B10 油、C10 油は、船舶用の大型ディーゼルエンジン、工場や発電所、地域冷暖房などの大規模ボイラーの燃料などに用いられる。B10 油及び C10 油は、粘度が高いため予熱した上で使用される。また、 残左右には不純物が多く含まれることから、船舶用のディーゼルエンジン燃料として、c 重油を使用する場合、油清浄機により不純物を取り除いた上で使用される。それでも、なお洋や海分を多く含むため、レシプロエンジンで用いる場合には、燃焼時に生成される硫酸によるシリンダーライナーの腐食や、アブレッシブ摩耗に注意する必要がある。A 重油には、 経由引き取り税が課税されないため、経由に比べて安価であるが、その品質は経由に非常に類似している。そのため、しばしば貨物自動車用、ディーゼルエンジンの燃料に流用される。これは不正経由と呼ばれ、脱税行為であるだけでなく、環境対策上の問題ともなる。このような脱税目的での永住油の使用を防ぐために、永住油には1991年、 平成3年から識別剤として、クマリンが添加されている。また、国土交通省では、不正使用の防止のため、2005年、平成17年から、走行中のトラック等の燃料を抜き取り検査を行っている。これは、軽油と重油の養分の濃度の違いに着目したもので、異用分の濃度の分析を行うことで判別を行う。軽油は、 養分の濃度が 10ppm 程度であるのに対して養分の一番低いルザ重油でも養分の濃度が 500ppm にもなるので抜き取った燃料が法令基準の 50ppm 以上であれば厳しく指導を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。